コロンビア大学に関係がある人々の一覧。客員芸術家1998年から2008年までの過去10年間で17名の受賞者、うち8名が教授在任中を排出している。2013年10月現在で13名の在籍者中10名が現役教授職についており、この数は全米1位である。コロンビア大学は在籍が1年未満の教員。 客員教員、在籍中の研究が直接受賞に関係しない、受賞者を公式数字に含めないので、公式受賞者数は84名であるが、それらを含めると、総受賞者数は103名に達する。中退3名を除く、卒業生のほか、教職員、研究員、留学経験者などを含む、バラク・オバマを望むサッカースタジアムロタンダ、インドライブラリー。ありがとうございます。